ましたと同時に参りました。いや、そこだよ。ドライバー1回しか。え ?1 回しか。いや、1回負けたのが悔しいんだよ。特に金子さんの場合は、私どものシャフトをお使いいただいているのなんで、はい、私の言い訳は何もできません。同じシャフトだもん。同じ。だからもう、あれじゃない、でも、あのシャフトになってからさ、はい、やっぱりちょっとで距離出るようになったから。ああ、そうですか。うん、何よりですね。うん、だから、あれ何グラムだろう。59とか。まあ、最近60切るシャフト。多いですね。はい、要望されること多いです。はい、だからジャンボが最初使ってさ、で、使わせてもらうようになって、はい、やっぱり距離ちょっと伸びたい。うん、だから柔らかい針に打つとしっかり頑張るっていう感じ。だどういうそのあれかはちょっとよくわかんないけど。はいはい、確かに飛んでるボールの、ね、姿もすごくスピン量がもう少なく飛んでる感じがあって、だから俺なんかやっぱさパワーないからやっぱり球の少々上がってスピン量も大体1800から2000以下ぐらいで、飛ぶのが一番、まあ、飛ぶわけよ、はいはい、要するにランも多少ないと、はい、もう飛ばないからさ、キャリーだけじゃ、だからそういう意味でなんかあのシャフトが合ってるのかなっていうのはあり、そういうなんかあれはあるの、理屈じゃないんだけどさ、いろんな人によって変えるっていう、そうですね、ただその振ってちゃんと当たり負けしないとか、ちゃんとシャフトがしなって戻ってきて、結局はタイミングを取る道具だと思うので、それがプロが打って、まあ、試合で使ったりとかした時に強く振った時にもう行き過ぎなくて、まあ、今日みたいな感じで試合ではないですけど振ってる時でもきちんと戻ってきて当たってくれるっていうことになると、その個人個人に合わせてるっていうことと、あとはやっぱり当たり負けしないとかっていうとちょっと製法がうちのシャフトって違うので、はい、そこの部分が出てきて、やっぱ最初出したのは5年ぐらい前だった、そうですね、5、6年前になりますね。だいぶ変わってきたよね。そうですね、その間にやっぱりいろいろオーダーメイドとはいえ数をこなしてくることによっていろんな技術的な部分とかお客様の意見とかをこう形に反映してきてっていうのは、最初の頃はさ弾くんだけど当たった時にさちょっとシャフトがさこう何ていうかな、何ていうか分何ていうか、これ分かる、当たり負けなのかな、だからシャフトがちょっとこう、うん、そう、うん、そうです、よく言われる当たり負け、トリプなのかな、分かんないけど、分かるでしょ、はい、ちょっとなんかねじれてるのかなっていうような感覚があったね、はい、だから去年、一昨年あたりから全くそれがなくなってるよ、うん、ジャンプ言ってなかった、最初、そうでもないよ、よく、いろんな注文が、うん、よくすごいするので、はい、最初の頃はだいぶ、でそのあたりのね、やっぱり小暮さんからうちの工場の人間に、まあ、ダイレクトに話が伝わるんで、で間をこう返さなくても直接ダイレクトで使う、作る人間は言われたことをそのまま形にしてきて、それがおそらくこういろんなところのお客様からの注文であったりとかに反映されてきて、金子さんが感じられるようにここ2、3年でだいぶ物が変わってきたよね。すごい激変変わってるよね、はい、だってほらジャンコのとこってさ、やっぱり今女子もいれば、男子も若い子もいれば、うちら、シニアもいるじゃん。で、ジャンプはみんなに打たすんだよ。もうほぼ全員に打って、多分テストだけでもね、何万発打つから、やっぱりそういう情報っていうのは大きいよね。だから必ずもう、できたらちょっと打ってみようって言って、まあ、飛ばし絵だけ打たせないで、うちらじじいにも打ってみろって言ったり、まあ、女子の選手にも打ってみろってね、やっぱテストの量がやっぱりすごい、なかなかできないじゃん、機械とは違うじゃん、うん、そうですね、もあるからさ、はいはい、そういう意味でもやっぱりすごい反映されてるよね、その打った実際に選手が打った、ね、量っていうのはさ、一番特にプロの選手ってほら打った感覚じゃないとなかなかさ、機械のデータとさ、はい、打ったデータね、個人感じるデータって違うじゃん、はい、そうですね、あと今はね、もうみんな計測器でスピン量がどうこうとか分かりますけど、うん、だけどそういう結局人間が使うものなんで、うん、人間で手にくる感触とかがいくら数字が良くても、そうなんだよ、振った感じが違ったら、うん、ちょっと違うなって感じたら、うん、使わない、ちょっと捕まえた方が、捕まえたい人、もしくは捕まえたくない人、ちょっと、うん、振っても左に来ないのを好む人っていろいろあるじゃん、はい、
だそれによってこう、まあ、いろんな人がいるからさ、あのジャンボなんかどちらと左に来るクラブって昔からあんまり好きじゃなかった、ね、だからそれでまあそういう風にして、まあ、先をこう強化したりいろいろしてるって聞いたんだけど、だすごい反映されてていいよね。でまた高そうに見えるわまあ安くはね、あいや高いわじゃあだって普通ペイントするじゃない、はい、例えばいろんなメーカーがさ、はい、なんでペイントしないの？あのうちはあのこうカーボンの編んだ模様見えてると、そうそう、あの状態で焼いた釜から出てくるので、うん、あれ何も塗らないんですね。で他のメーカーさんは釜に入れるときにカーボンシートって巻くじゃないですか、はいはい、巻いたものがパンの状態ってことパンと弾かれないようにして、うん、テープ巻くんですよ。でうちテープ巻かないで釜に入れちゃうんで、うん、出してきた時に、まあ、テープ巻いてないからあの模様の状態で出てきますよね、うん、で他のメーカーはあの模様なんだけどテープを巻いてるからテープを剥がした時にこう段差ができちゃうんですよ表面に、テープのテープ剥がした時にこう跡がこうついてしまう。それをきれいにリミドのシャフト以外はもうそうなっちゃう、そうなっちゃう。だからそれをきれいに削り落とさなきゃいけない。そうするとカーボンもただの真っ黒い炭の棒になっちゃうんですよ。はいはい。だからお化粧しないと弱くはならない。弱くはならないんですけど、お化粧しないと使えないんですよ。それでこういろいろデザインがこうメーカーのデザインができてきてるけど。そうです。今年はじゃあオレンジだ、うん、来年は青だ、うんうんうん。それ一切してない。はい。それはもうその技術はないんだ、やっぱり。その技術はうちの製法でないとできないですね。だからあの一時色を塗ってくれってお客様の要望があって。やった時期があったんですけど、でもそのお客様からも、やっぱ真っ黒の方がかっこいいな、妙に高い、実際高いんだけど、なかな か, だか黒はあるじゃない、はい、でもあれは結局塗ってるってことですか。そうです、黒も塗ってます。あれもカーブの状態のままだもんね、はい、いやなかなかいいよね。まあ、あれがね、金子さんアイアンにまで全部入ってる、あの使っていただいてるんで、まあ、あれをね、一般のお客様が見たらえって思うでしょっていうふうに感じていただける、うん、まあそれでもあの性能はね伴ってなければプロも実際は使いはいただけてないと思うので、性能はだってもうさそんだけもう数打って、まあ、お墨付きジャンボも出てるし、うん、いいと思うんだね。だからたくさん広まればいいよね、まあ、ジャンボさんのおかげでね、あの笹生優花プロも使って全米女子を、ね、はい、優勝していただけたことが我々の反則もめちゃくちゃあの反則に役に立ってて、ね、でも今日ドライバー使ってらっしゃるなと思っておっしゃいました。でもね、小暮さん、ジャンボさんのところいらっしゃるから、いや、あるはずなんだよね。だけど、なかなかね、使いにくいのが意外と頑固だね。こだわりがある。でも今日で多分変わると思う、うん、今日で変わると思うよ。今日ね、長さもちょっと調整してこられて、はい、ショックでしたね。ちょっと短くしたね。いろいろ感じながら打ってたと思いますけど、はい、ちょっと対策を練って、またリベンジをして、えリベンジを、リベンジ、はい、僕もちょっと今日あの長さを少しこう足していきたいんで、足すためにはあの小暮さんにも言われたんですけど、練習しなきゃダメだよ。長くすんの？よくないで、まだ60何年か。さんだって1インチちょっと違って、で45インチでしょ。45インチで45インチで、もう7本いったんですけど、やっぱあと、はい、あと4分の1伸ばします。6、はい、6で、力説してたのはやっぱり長い方が絶対スピード上がるから、うん、これじゃあちょっとまた道具直して、ね、もうちょっと長さじゃないのよ、シャフトの良さなのよ、それもなのよ。ねえ、だから長さにやたらこだわるからさ、ね、いやもちろん長さもあるけどね、まあ、長くするからにはあのままだと多分ちょっとね、あの1インチ長くすると多分重たい、あのまま長くすると重たいと思うので、軽くしバランスが上がる、1インチ長くすると、それシャフトの重さとあれも違うんで、うん、例えば 60g ぐらいのシャフトで入れると、1インチ違うと5ポイントぐらい違うか。こう、ミリにもよるんですよね、その巻き
によるんで、うん、ただ意外と増えるよね、意外と増えるそこ気をつけないとね、そうですね、そこも気をつけないといきなりびっくり D2 だったのにいきなり D7 ぐらいになるんですなるなるなるえって、はい、だけどほら本当にさっき言ったみたいに打った人間の感覚だからさ、だから普通 D7 えって思っても、ここでもいつも言うんだけどさ、いやもう打った感触良ければいいんですよ、はい、だって C バランスの選手もいるわけ、はい、うん、で例えば E0 の選手もいるわけ、はい、だから理屈はもちろんあると思うけど、うん、やっぱりシャフトとの兼ね合い、長さとの兼ね合い、あとスイングとの兼ね合い、はい、ってことはどういうことかって、やっぱり打っていいか悪いかっていうね、だから今ほらあのショップとかでもちろんあのイミドでも測れるわけでしょ、はい、スピン量とか、はい、だからあの辺でその例えばヘッドスピード40の人には発射角はこの何度でスピン量こんぐらいが一番ベストだよっていうのはあるわけでしょ、はい、だからその辺で作ればやっぱり一番いいよ、そうですね、ヘッドスピードに合わせて適正ある程度の適正値っていうのがあるので、意外とアマチュアショップってね浮かないボール嫌がるのよ、やっぱこう、ブーンっていくのも、そうですね、違うんだよね本当は違うんですよ、うん、やっぱりこれがないとさ、怒ってから、はい、一生懸命、はい、一ヤードでもないね、こう行かせるためにはあんまり高く上がってしまう、結局こう飛んでる距離っていうのは変わらないんで、こう行ってしまった方が先に落ち際はやっぱりいかに、はい、あの強く落ちるか、そうですね、上がってから、だから打った角度と落ちる角度があんまり変わらないのがさいいじゃん、はい、やっぱり上がって吹けたらポンと落ちる、低く行ってもポップしたらポンって、はい、そこから距離がないって、はい、だからうちらの時代とうちら打って、でも今の時代でも結局打ってどうかな、そうですね、最後はねやっぱり参考にはもちろんできるようになったけどね、はい、だあれをあんまりこう信じきっちゃってもよくないよね、そうですね、ご自身の感覚っていうものをねやっぱ皆さんちょっと大事にしてもらって、それに感覚に合ったものをお使いいただいた上でどういうふうにやると、あとから数字をどう合わせてくるかの方が、例えばシャフトもよくわかんないんだけど、あの例えばちょっとあの捕まりにくいように作るとかそういうこともある、はい、あります、ね、あやっぱあるんだ、はい、だから逆に捕まりやすいと、そうです、はい、だから同じ硬さとかそういうによってキックポイントとトルクをちょっと変える、はいはい、そこまでやってくれるんだ、はい、なかなかヘッドだけでさ、開いたりあれしてもな、うん、なかなか開くとロフトが多少死ぬし、球も滑りやすいしとかさ、はい、本当シャフトでそうできるのが一番理想で、はい、でシャフトはこういう風にしてます、だからヘッドはこういうヘッド組み合わせてください、はたまたこういうヘッドつけたいんだけど、なんとかしてって言った時にはヘッドに対してちょっとスピンが入るようにとか、ボール捕まるようにとか、あとは今、まあ、あるメーカーの流行りの大きなヘッドとかは、はいはい、回しにくいんですよね、返しにくいんで、うん、こうやって入ってきたらそのままこういっちゃうから、うん、ちょっとヘッド返しやすいようにトルクつけてあげたりとか、そういう細工もお客様のヘッドによってやらせていただきますので、トルクが少ないと飛ばないって違う、トルクが少ないと芯をちょっと外れた時に飛ばなくなっちゃうんですよ、若干遊びが、いわゆる遊びが少なくなっちゃう、そうだよね、はい、そんなに難しいところだけど、でも全部測れるわけだからね、そうですね、で、要するに癖も見るわけでしょ、入り方とか、そうです、あのその方がちょっと上から打つ方なのか、下から持ち上げる方なのか、だからこういう方がいいよって、そうですね、はい、でデータ機械で見て、はい、あこっちのシャフトがいい、こっちがいいっていうのを選んでくれると、はいはい、そこまでするところはない、そこまでするところは、このスイングに自分のこう体にこうなんかつけてスイングを測るようなメーカーさんはあるんですけど、シャフうちはシャフトにそういうモーションキャプチャーっていうのはセンサーをつけて、それでシャフトのたわみとかを取るので、そこまでやってるところはない。シャフトにつけるんだ。シャフトにつけます。それでキックポイントがその太りとかは全部調整。それで一番出るのはトルクとシャフトのこう剛性、はいはい、あの全体のこう硬さがどこが硬くて柔らかくてっていうのが全部画面に見える化して出てくるので、それでお客様にご説明してしまうんです。まあ、なかなかプロの方はそこまで やるっていう方は、いやでもそう、意外とね、アマチュアの人の方が詳しいんだよね。いや、本当に。プロで打った感覚のが多いけど、プロの方も感覚で、例えば今持ってる打ってるシャフトをもうちょっと先行かないようにしてくれとか、もうちょっとシャフトが来るようにしてくれとか、そういうようなあのご
ご注文がね、まあ、ジャンボさんにしてもいいそうでしたけど、そうすると来るとか来ないとか、はいはいはい、そういう表現になりますね、ブローの場合は。例えば行って体験とかできるの？あ、もちろん、はい、例えばあの買わないけど、買うかどうかわかんないんだけど、はい、一回ちょっと体験してみたい、はい、もちろんあるんだ、はい、そういう意味で大歓迎ですね。ただ、うちに来る方ってもういろんなことやったけど、もうわかんないんで、うん、なんとかしてくれみたいな感じで来る方が多いです。あ、なるほどね、はい、だけど、あのプロの周りとかで、いや、こういうのあるから、うん、一度今使ってるのが合ってるのかどうか調べてもらう意味でも行ってきたらっていうのはあります。で、今使ってるシャフトに逆にこうセンサーをつけてあげて、それで打ってみて、いや、もうちょっとこうだったらいいんじゃないですかって、じゃあこのシャフトに対していいところ悪いところをミックスしたシャフトを作ってくれっていう場合もあります。うちのフィッティング用のシャフトを打ってもらって、はいはい、それを足をこうしようじゃなくて、今とりあえずこれは使えてるんだけど、もっと良くなりたいから、このシャフトにじゃあ計測してっていう人もいらっしゃいます。なるほど。で、逆に比べることもできるし、ね、そうです、そうです、そうです。やるんだ、すごいね。笹生優香プロもうちの会社を見るようになって、基本は最初ジャンボさんのやつかなを使ってて、で、それもあったけど、自分でネットで予約して、うん、で、来て、うん、で、予約の名前見て、さっそく言うかって同性同体かと名前だなって言って、うちの前任者から小暮さんのところに連絡したら、そうだって話して、勘高い声で来たんだ。可愛らしい声。可愛らしい声。可愛らしい声。はい、すごいね。ね、あの彼女もやっぱり良くなきゃ使わないからね、いくらチャンスにいただいてもさ、ね、やっぱ使うってことはやっぱり試合で使えるってことはやっぱり、うん、あの例えば自分が嫌な感覚がなかったんだろうね、おそらく、うん、振りにくくはなかったと思います。逆に、まあ、あの理屈じゃなくてポッと渡されたものをブンと振ったら振りやすくて、ちゃんと自分のタイミングに合ってきたから使えたっていうことだと思いますよね。エリカって使ってなかった？使ったり使わなかったりっていう感じですね、はい。数年前の一昨年女子オープン優勝した時は使えたり、うん、本当にどうなんだろう、ヘッドスピードは関係ないか、例えば40から45ぐらいの人がものとか50以上だとどうだったらない、もうそれ基本的にはワッフルとお客様が来て、で、まあ、お客様好みですね、だから来て計測するのはメインなんですけど、うん、僕なんかはお客様をご来店いただいたら、まず今のゴルフどんな風にゴルフでやられてます、うん、どんな失敗が出ますか、うん、あのどういうショットが、じゃ悪い方の話をちょっとして、失敗をどういう失敗が出ますかって、その失敗を消していくようなシャフトを作りましょうと話にしていくので、喋る方が長くなりますね。でもまあそういうのは重要だよね。だから、あ、こっち来たらやだな、右来たらやだなって人とさ、いざという時に左来るのやだなっていう人がいるとするじゃない。だからそれがなんかどっちか消せればいいわけじゃない。はいはい。でそういうこうなんかシャフト作りっていうか、こう通りにね。そうですね。スイングは悪いけど、まあ、どんないいシャフトでも。曲がるんだけど、こう不安材料がなくなるって大きいじゃん、はい、あ、このシャフトはまあ多少捕まっても大丈夫だとかさ、はい、このシャフト多少開いても普通が、ね、大丈夫だっていうのが分かるのが一番コースでさ、そうです、使えるのさ、はい、どんなシャフトもいい球を打ってまっすぐあのいいスイングすれば行くんだけども、はい、やっぱり完璧じゃないからさ、ミスした時にそのミスの幅が狭まるシャフトっていうのが一番やっぱり安心感ある、はい、そうですね。まあ、お客様にも右と左どっち消したいですかっていう聞き方もさせていただくし、あの真帆さんにもちょっと曲がらなくなってこの幅に行ってくれれば、そこから今度自分でビュンって振るようになると距離が伸びてくる、うん、そうだよね、うん、まあ、振れるようになるしね、そうなると、はいはい、曲がる範囲が分かればさ、はい、狭まればそれはそれが振れるわけだもんね、はい、じゃあ、まあ、プロにというのは継続してお使いいただけてるみたいな、はい、またあのちょっと。
体調がこういうふうに変わってきたから、うん、ちょっとこうして明日とか、うん、ちょっとね、あの長さの規制も入るみたいなんで、長さを短くすることによって重さもちょっと変えなきゃいけないとか、はい、出てくると思いますので、その際はぜひお二人揃って、そういうバランスもね、こう変えながら、そうですね、はい、長さが変わるとシャフトの重さの設定がやっぱり変わってくるので、もうちょっと重くしたら、そうですね。逆に45半分の5.75の、今6なの、イーゼロぐらいに攻めれば一回。ね、試しに。ヘッド重量を変えずにただ長さだけ変えていくっていうのも考え方もあるみたいですよね。はい、長さは何でしたね。いや46、あと1インチ、ルールも46みたいな、あと1インチを、46にしたら嫌だな、まあ、1インチやったのは慣れた頃に、またこの3人で一緒にくればいいかなと。ただね、長いクラブってね、やっぱ最初さ、やっぱちょっと遅れるから、すごい飛ぶ気するけど、そこそこ使ってるとね、小じまりするよ。だから一緒だって。ということで、どうも今日はありがとうございました。